マナエ君の配信を見て PC ゲームというものに興味を持ちました。ゲームが下手な私でもできそうな軽いものもあるみたいなのでやってみたいんですが、初心者入門編としてどういった PC を購入すればいいでしょうか。ノート、デスクトップでも構いません。いや、マジ、おうち環境によるんだよね、ここは。おうち環境に余裕があるならデスクトップをおすすめしますが、PC。まあでも、あんまり Amazon でパソコン買わないな、僕。ノートは買ったけど。なんだろうね。初級編でしょ？スーパーハイスペックじゃなくていいのよね。なんだろう。まあ、メーカーで言うと、ここら辺が好きだな。ここの、ROG。ログっていうの？とか、あと、プレデター。プレデターはなんか、エイサーのなんか、ゲーミングの、なんだろう、やつ。こういうのね、アマゾンでね、買うのが良くないわけじゃないけど、スペックがね、ちょっと分かってないと買いにくさはあるのよね。確かね、僕一回気になったのは、コルセアのパソコンのがちっちゃいのがあるんだよな。サイズがね、ちっちゃめのやつが、水冷でちっちゃめのやつが確かあって。あるかな？これかな？まあ、死ぬほど高いけど死ぬほど高いけど、ちょっとちっちゃくていいらしいよ、このコルセアのやつは。値段が80万ぐらいなんだけど